七浦丸は JR 西日本宮島フェリーが運行するフェリー。宮島口と五福島を結ぶ宮島航路に就航している。現在の七浦丸は三代目である。初代は七浦丸といい関門航路の下関丸を宮島航路に転属した際に解消したものであった。1986年10月に石川島張間自由工業をくれた工場で寄港。 1987年1月30日に、春工、同年2月8日に、諸女公開を行った後、2月18日から、宮島航路に就航した。国鉄分割民営化直前に建造されたため、国鉄が最後に新造した、鉄道連絡船である、二代目秋丸の代替船として建造された。1978年就航の三代目未千丸。 三代目宮島丸の改良型である。当時の新型の可変ピッチプロペラを採用するなどの新機軸が設けられ、旋回性能が改良されている。鮮明の七浦は、五福島に七つの浦があることにちなんでいる。1987年4月1日の国鉄分割民営化により、日本国有鉄道から西日本旅客鉄道へ継承され、 さらに2009年4月1日の宮島航路の分社化により JR 西日本宮島フェリーへ継承されている。就航から28年が経過し、老朽化したことから代替船を新造した。新造船は2006年に就航した宮島丸を改良した両島フェリーで鮮明罠裏丸を継承した。2016年11月7日に3代目が就航し、 同日二代目が引退した二代目三代目、ありがとうございます。